さあというわけで皆様おはようございます。各駅停車で日本縦断の旅、本日10日目ということで、なんと最終日ということになっております。やってきているのはこちらです。九州の大分県は佐伯駅、日本本線の駅ですね。今日も京都でしっかり会うわけですよ。時刻はですね6時2分ということで、今日はですねこの佐伯から鹿児島方面、日本最南端枕崎を目指してひたすらに進んでいきます。縦断の1日目2日目のあの稚内とかの気温と比べるとですね、もう段違いのあったかさです。昨日がですね、あの大分駅の方でチキン南蛮をしっかりとね堪能しまして、で余ったお金がですね宿代を抜いて229円ということになっております。なので最終日の予算はですね、これに1日の予算を足して1229円ということで進めてまいりたいと思います。そしてこの佐伯駅よりも南側の日本本線、ここから延岡宮崎方面に向かう路線がですね、これ青春18切符の中での最も難所と言われておりまして、これね途中駅の駅名を取って総太郎越えなんかとも呼ばれています。これ時刻を見るととんでもないことになってます。これやばくないですか。僕今からねこれに乗ります。まあ、もちろん今回の旅のコンセプトは各駅停車で日本縦断の旅ということなんで、特急列車に乗るわけにはいきません。その次ですね、これ特急これはすごいわ。重岡行きっていう列車もあるんですけど、これは延岡の方までは行かないので途中の駅で止まってしまうわけですね。各駅停車のみで先の方に進もうとすると、この朝6時18分発の列車に乗る以外選択肢はないというわけなんです。早起きできたんでよかったんですけども、もしねこれ早起きできなくて絶起をしていたら、もうその時点で日本縦断の旅強制終了ということになってましたからね。危ないっすわ。朝っぱらからねこれテンションぶち上がるのがこれですよ。これ普通列車ですからね。普通列車、あのルールを無視してるわけではありません。この佐伯始発の延岡行きの普通列車っていうのは、これ特急車両で運転をされるわけなんです。各駅停車延岡行き、ほらここ重要ですかね、各駅停車。そう、これ方向幕を見てもしっかりこれ普通列車の延岡行きということでですね、まあ、ただおかしいのがこれですね、4両編成で運転をされているんですが、ドアが開いているのはこれ4号車閉まってますよね。で3号車も扉が閉まっていて、開いているのは先頭の1号車のみということになってるわけなんです。いやすごいよこれ、異様な光景だわ。これ閉まってる。2号車も閉まってますけども、あそこだけ開いてるんですよ。もう僕の他にお客さんの影はなくてですね、もうこれ4両開放するまでもないわけですね。全然先頭の1両だけで事足りてしまうということなので、こう1号車だけの開放、まあ乗務員の方もね切符のあの検察車内改札なんかもしやすいんでしょうね。もうかっこいいよこれ、アラウンドザ九州だってかっこよ。この列車すごいのがこっちグリーン車になってるんですけども、こっちはですねあの普通列車のグリーン車みたいな扱いで、あの首都圏と同じようにグリーン料金1000円ぐらい払えばね特急車両のグリーンに乗れてしまうというね、とんでもない、まあ、裏技、裏道を使うことができる、そんな列車でもあります。寝過ごしたら一発企画終了、地獄の総太郎越え、なんとか朝起きることができました。時刻表を見てもですね、ほぼ特急、唯一夕方にある途中重岡行きの普通列車は重岡で止まってしまいます。そこから先普通列車はありません。総太郎駅の時刻表はこんな感じ、上り下りで合計1日3本、日中は全く列車の運転がありません。いやにしてもこんな早朝から特急車両にタダで乗車券だけで乗れるなんてもう最高すぎます。鉄道オタクはこういうの大好物。先頭は半室グリーン車になっているんですが、扉による仕切りはなく簡易的に仕切られています。この構造は結構珍しいですよね。今回始発の佐伯から乗車していたお客さんは僕を含めて5人ぐらいでしたかね。青春18切符シーズン真っ只中になるとお客さんはかなり増えて、1号車だけだと収まりきらない場合は2号車も開放されるみたいです。今まであのずっとリクライニングシート乗ってこなかったんで、あのちょっとこう背徳感というかね罪悪感すら湧きそうにあります。ちゃんとこの足元の部分にはコンセントもあって、今まで日本縦断で乗った車両と比べると、まあ当たり前なんですけども特急車両なので設備は段違い。そして総太郎、現在向かっているところはこの大分と宮崎の中間県境あたりにあります。これ思ったのが、 JR 九州の特急ってこの窓際のところにこう横長のテーブルがないわけですね。
結構その窓のところに僕ドリンクを置く癖があってですね、これは結構違和感を感じました。途中重岡駅に到着、あの夕方運転される普通列車はこの重岡で折り返します。重岡の次は総太郎ということで、ここから先は一気に民家が少なくなる区間です。ですのでその夕方運転される普通列車なんかもこの辺りは先に行くと利用者数は少なくなるので、手前の重岡で折り返す形になるんでしょう。こちらの特急列車は JR 九州の787系なんですけども、まず一発目気になったのが荷物棚です。これ棚というよりかはもう荷物ケースというのが正しいぐらい、これあの航空機の荷物棚に非常に似てるんですね。しっかりと蓋をすることができます。これでシートベルト着用サインと禁煙サインがあれば上だけ見れば航空機そのものです。さあそしてここで秘境駅の予兆、インターネットの接続が切れました。さあそしてもうそろそろですね、大分県最後の駅、その総太郎駅に到着するんですけども、もうね全然見えないわ。薄く明るくなってきてるのが分かりますけど、いやーこれは、あでも待って、民家とか普通にありますね。人はなんか暮らしてる形跡みたいなありますけど、総太郎駅を出発です。これ総太郎っていうね、いかにも人名のような駅名ね、非常に面白いですけども、ここら辺はですね昔その岡藩という藩がですねこの近くの山を持っていたみたいで、その見回りをしていた、山の見回りをしていた方がどうやら総太郎さんという方ですね。でそこからその人の名前を取って総太郎とそういう風に名付けられたみたいなんです。この辺りは本当に人気がなく利用者も少ないということで、始発の佐伯、それから終点の延岡、この駅以外はですねほぼ途中駅は無人化されているみたいなんです。そしてようやくですね真っ暗闇の中を走って午前7時、日の出、少しずつ空が明るくなってきました。これ不思議なことにこの九州とそれから北海道の12月1月の日の出の時刻というのはほぼ同じになっているんです。昔あの天才バカボンの歌で西から昇ったお日様が東へ沈むという真逆のことを歌った歌がありましたけども、太陽は東側から昇ります。ただその季節によって若干南寄りから昇ったり北寄りから昇ったりと角度が異なるので、一概に東側の地域が早く西が遅い、そういうわけではないみたいなんですね。さあそして途中駅で衝撃的なものが目に入ってきました。こちら日向長井駅、延岡の2つ手前の駅なんですが、左側の時刻表ちょっと待ってくれ、6時台7時台に1本、これらを逃すとですね次の列車はこちら20時までありません。しかも片側しか列車がないわけですね。この朝の列車で出発して学校それから勤務先に行った方は、この駅の最寄りの方はこの20時17分着の列車まで待たないといけない、どういう生活を送っているのか気になりますが、こちらの駅の乗降客数は1日3人ということみたいです。これぞまさに真の秘境駅。日本本線も大分それから小倉、まあ、北側の区間に関しては割と伏線のエリアもあるんですが、この辺りはもうご覧の通り人気がないので単線、途中特急列車との行き違いです。そして延岡市内に入ってくると進行方向右手には高い煙突が見えてまいりました。延岡は宮崎県内屈指の工業都市、この旅を通してでもこうたくさんの工業都市を見てきましたけども、やはりこう物資をね簡単に輸送することができる関係なのか、港に工業都市っていうのは非常に多いような、そんな印象ですね。延岡市も海に面している都市です。時刻はちょうど7時半ぐらいですけども、ここ宮崎県の北部の町延岡駅に到着でございます。ちなみにさっきの佐伯駅の、あの日の出の時間っていうのがこれ7時15分になっていて、めちゃくちゃ遅いんですよね。7時台になってもまだ真っ暗というね、九州なんでもうちょっと早いかと思ったんですけども、意外とね夜が長く続くような感じでした。多分この列車も折り返し特急列車かなんかになるんでしょうけどもね、ここから先の行方というかね、行き先は気になりますよね。まだ普通のままなんですけどもね、ここからくるくると幕が回って特急列車になるんでしょうかね。これ向こうの方にもね貨物ターミナルがあるんですよ。これはですね、あの先ほど車窓でお見せしましたけど、あの旭化成なんかの工場が、ルーツとなった都市としても知られていて、あっちの方にもね
工場都市、今回の旅でも何度か見てきましたけども、あれも旭化成関係の工場なのかもしれないですね。以前うちのチャンネルで電車が全く走らない都道府県というのをご紹介しました。それがですね、あの四国の徳島、徳島は全く電化されてないんでディーゼルカーしか走らないんですけども、実はこの宮崎はあの私鉄が全く走っていない日本全国唯一の都道府県としても知られているわけなんです。まあ、私鉄だけで見るとこれ大分県とそれから宮崎県、この2つは私鉄が走ってないんですけども、厳密に言うとですね、あの大分の方にはあの遊園地の中に鉄道免許の認可を受けたケーブルカーがあるんで、まあ、そういった面で言うと日本唯一なのはこの宮崎県のみということになっているわけです。今から15年前の2008年ぐらいまでここ私鉄が通っていたわけですね。それがこちらで高千穂鉄道というね、この宮崎県で唯一の私鉄がですね、ちょうどこの延岡にホームがターミナルが設けられていてですね、ここにホームがあったんですよ。で、高千穂鉄道はここから出発をしていって、地図を載っけておきますけども、宮崎県の高千穂西側のですね、熊本寄りの山奥の方まで伸びていたんですけども、まあ、残念ながら2005年の豪雨の影響でですね、その沿線非常に甚大な被害を受けてしまったことによって、その3年後の2008年には廃止という形になってしまったわけですね。7時45分なので次はですね、これですね、8時28分。いや助かるわ、こっちの宮崎方面はね、特急それから普通列車がしっかり確保されているので。どうやらこの延岡も最近になって駅舎がリニューアルされたみたいで、ちょっとびっくりだな、さっきのね佐伯駅とか途中の駅と比べるともう新しさがね段違いになってるわけですよ。ちょっとお腹すいたんでね、朝ごはん食べたいですけど。おお、駅めっちゃ綺麗だなこれ、和歌山駅みたいな感じになってますわ。清潔感マシマシですね。延岡駅ね、新しすぎる、ていうかもうおしゃれすぎる。駅の概念を覆しに来てますよこれ。なんか国立図書館みたいなね、あのよくあるあの蔦屋書店とそれからスターバックスの併設パターンね。実はですね、ここ延岡駅には、おい消えた、なんで、まあいいや、この延岡駅にはですね、昔こんな感じの非常に綺麗な趣のあるというのが正しいでしょうけども、旧駅舎がありました。その駅舎が解体をされてですね、また生まれ変わることになります。ちょ待って、これ本当に駅かよこれ。おお、てかさっきの特急列車がこれ方向幕がね表示されてますけども、次あれですね、折り返しっていうよりかこのまんま南下をしていくみたいですね。宮崎空港行きということで、九州のあたりっていうのは特急列車の名称が非常に多いんですよね。九が霧島、日輪シーガイアと、なんかちょっとわけわかんなくなりそうですけどね。あ、っていうか商店街メイン通りはここなんですかね、山下新店街という意味、ちょっと読み方合ってるかわかりませんけど、ちょこれあれですよ、ジョイフルですよ、ジョイフル。九州あと西日本とか、あとちょいちょい四国あたりを中心に展開するのに非常に有名で美味しいんですよ、ここファミレスなんですけども、いいな、ちょっと時間があれば寄ってきたいですけどね。これはテンションぶち上がるわ。次の列車です、 JR 九州を走るこれ国鉄713系です。国鉄、これがですね1980年代前半ぐらいに、まあ、国鉄時代に作られた車両ということになります。この電車のお花のところには陽気な太陽さんが描かれておりますけども、サンシャイン宮崎ということで、ここの延岡市もですね非常に平均気温が高くて、確か平均14度とかなんですよね。僕も今延岡いますけども、全然コート脱いでも大丈夫ぐらいの暖かい、冬場でも暖かい気温で、川、森、それから海に囲まれた自然豊かな、おい、コモツよ、えぐい、イリ7区、いやもうね、やばいな、九州、これてまうやろ、あ、声でかい、声でかいわ、今の。一見すると、あの首都圏で走ってる機関車と似たような形をしてますが、交流と直流なので、その電源の方式は全く違います。なんかこれ、あれっすよ、特急座席みたいな感じになってるわ。テーブルついてますよ、どういうこと。うわ、そしてあれっすよ、さっきの貨物列車ですよ。うわぁ、作業員の方も朝からお疲れ様です。いいな、あそこ乗ってみたいな、鉄オタの夢ですよ、あのコンテナの一番後ろに乗ってね。貨物ターミナルに入っていくというね、貨物を引っ張ってきた機関車がですね、今度は逆方向に、まあ、つまりは荷物を押して、そして
進行方向を変えてターミナルの方に入っていく、そんな作業が行われているわけですね。車内に入ってみてびっくりです。もう首都圏の電車ではまず見ないような座席配置になっています。向こうの方はこうロングシートの背もたれが長いバージョンのような感じになっておりまして、僕が座っている方は特急列車と変わらないような座席になっているわけですね。ちょっと座席配置に関しても後々解説することにしますが、まずは延岡を出発です。同じ日豊本線でも本当にこの区間ごとによって、ね、使用されている車両というのが異なっているのがこの路線の面白いところですね。延岡から途中宮崎付近までは、まあ、先ほど総太郎越え山間部とは異なってですね、今度平野部を走行していくような形になります。割とこう勾配の少ないようななだらかなところを一直線で進み、そして左手の方、今ちょうどね朝日が昇ってきてますけども、日向灘の景色もちらちらと目に入ってくるようになります。おお、ログハウスのようなおしゃれな駅舎。そして次の駅、駅名に注目です。なんとトトロ駅ということで、これはねジブリ好きの方にとっては嬉しいのではないでしょうか。まあ、ただこのトトロはもともと地名としてあったトトロということで、実際にジブリの舞台になったとかそういうわけではないみたいですね。そしてこちらが座席になります。もうパッと見ですね、これ特急列車の座席にしか見えないわけです。前にはテーブル、そしてモケットにはカラフルなものが描かれてますけども、あの昔東京で走っていた特急あずさ号のようなね、そんな座席になっています。すごいねこれ、ほら角度こそ浅いもののしっかりとねリクライニングすることができるんです。実はですねこの座席は485系という昔運転されていた特急列車の古くなった座席を転用してこの普通列車にとっつけたもの。先ほど延岡でお見せしましたけども、この列車はサンシャイン宮崎という愛称があってですね、1996年にここから先行きますけども宮崎空港の方に向かう空港線ができることになりました。この列車はその時に空港の方に行くアクセス列車として役割を担うことになり、そのタイミングで改造、こういう風にちょっと豪華な座席なんかが取り付けられることになったわけです。途中こちらの駅は高架駅、立派ですね。宮崎県日向市日向駅、ここでも特急列車との行き違いが行われます。引き続き単線区間、この駅は高架ですけども、市街地だけ立体交差が進んでいて、しばらくするとまた地上に降ります。この洗濯バサミのようなやつをつまんでですね窓を開ける。特急座席に乗っているんですが、ただ速度揺れは完全にローカル線という、これねとっても不思議な感覚をね味わうことができます。僕も専門的な知識はないんですけども、これ沿線の植物がですねこう南国風というか、北国北海道とか東北では見受けられないような、そんな植物がたくさんねこういう風に車窓に映り込んでくるようになります。特急列車も数多く走るので、右側は一線スルーのような構造になってますね。日豊本線といえば九州新幹線が全線で開業する2011年までドリーム日輪号という夜行列車がですね博多、それからこの先の宮崎空港の方まで運転をされていました。博多22時に出発して宮崎の方には6時着、そんな列車も新幹線開業によって今では姿を消してしまいましたね。そこからかれこれ10年近くが経ちました。そして進行方向左手の方にはですね謎の高架線が現れることになります。先ほどの日向市あたりからですねこの日豊本線の線路にぴったりとくっついて並走状態、実はこれ1970年代から90年代にかけて使用されていたリニアの実験線、宮崎のリニア実験線なんです。ただこれ高架線の上の方を見るとですねこう蛇腹のようなものがたくさん設置されています。これ太陽光パネルなんかが現在ではたくさん設置されていて、今ではリニアの実験は行われていません。ご存知の方多いかと思いますが、1990年代には山梨県にリニアの実験線ができることになり、役割をそちらに譲ることになりました。こっちは日豊本線と違ってかなり直線なんですけども、この実験線なんとその当時でですね無人運転で時速500キロを記録した、そんな記録があるわけですね。そしてちょうどこの辺りでようやく高架線線路が途絶えました。こちらの実験線は勾配もなく非常にまっすぐなんですが、
ここの実験が終わって今後実用化するためにはもう少し勾配やらカーブやらがあるような実験線を整えるべきだということで山梨の実験線が開業。これから開業する東京名古屋間のリニア中央新幹線の技術もですね、ここ宮崎の実験線で育まれたものなのかもしれません。植え込みには巨大なパイナップルのようなものがぶっ刺さっています。この辺りももともとは線路がたくさん通ってたんでしょうけども、もう線路撤去済みのスペース番線なんかも非常に多いみたいですね。市街地は再び高架駅です。立派です。途中からちょっと爆睡をしてしまいましたけども、さあここ宮崎駅に到着です。すみません、トイレ。ここからはですね、ルート分岐してるんですけども、ただこちら側の日南線というのはこれですね、鹿児島県志布志市、志布志町、志布志の志布志市役所、志布志支所で、同じでちょっとね、噛みそうになりますけどね、志布志市がね、こっちの方にあります。これ、行き止まりになっているので、こっちに進むことはできず、こういうふうに日豊本線を進んで向かっていくわけなんですが、ちょっとね、ここで40分ぐらい、ちょっと停車時間があるので、ここでちょっとご飯を食べたい。やばい、秘宝これね、やってないもうここ多分ね、もうこれ全体がですね、多分11時からなんですよ。もうランチタイムを見越して営業なんで、やってないですよね。どうしよう。いや美味しかった。これ豊吉うどんさんで多分読み方は合ってると思うんですけど、朝うどんめちゃくちゃ安かったです。400円弱ぐらいで食べれたみたいなんですけど、朝マック的な感じでね、朝9時早々に終了していたみたいで、僕は普通のうどんを注文しましたけども、うどんは非常に柔らかくてですね、天かすがいい感じにおつゆとこう絡まってね、いい出汁を出してるんですね。チキン南蛮でですね、せっかくなんで買ってみましたよ。これ週が夏ドリンクということでね、この宮崎県の特産。そう、ここから分岐をしているこの日南線はですね、さっき言った志布志の方まで行くんですけども、これ2022年に台風があったじゃないですか。結構な被害が出てしまったみたいで、その末端の区間はね、どうやらタクシー代行になってるんですよね。で、日向夏って僕も初めて飲むんですけど、これどうやら柚子の突然変異種らしいですよ。いただきます。おお、飲みやす、美味しいわ。柚子って結構苦手な人もいると思うんですけど、柚子をみかんに寄せたような感じですね。美味しい、めちゃくちゃ美味しいわ。さあ3本目の列車です。西都城行き。 JR 九州のこの接近放送、このベルね、思わず受話器を上げたくなるような音ですが、こちらの座席、ここから先の電車もなかなかに特徴的なんですよね。叩くとですね、コン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 という音がします。先ほどの車両の座席とは対照的な、今度は硬い素材でできている座席。なんだかこう私立図書館の椅子とかにありそうな、そんな座席ですね。ただ枕の部分はですね、ちょっと豪華な、これ革張りになっているわけです。革と木の両取り。そしてこちら南宮崎の駅前にはたくさんのディーゼルカーが止まっています。ここからは空港の方に行く日南線、それから空港線と分岐をします。宮崎空港の立地がこれ便利で、もう空港の中に食い込むような形で駅が設置をされています。この距離であれば、宮崎市民の方であればパスポートちょっと家に忘れたとしても取りに帰る時間すらありそうですよね。そして奥の方、空港線日南線と分岐。さっきまでは割と単調な景色が続いてきましたが、次この列車の終点、宮崎県の最後の都市都城にかけて、この列車は一回山越えを行うことになります。こちらですね、都城の手前にはこのようにワニツカ山地が広がっていて、ここでぐっと勾配を登り、山地を駆け抜けて再び下の盆地の方に降りていく、そんな線形になっているわけですね。左手には綺麗に宮崎の山々も見えてまいりました。途中こちら田野駅を越えると山越えの区間に入っていきます。
ほらもう分かりやすいぐらいの勾配ね。日本本線が電化をされたのは戦後1970年代あたりに。全線が電化をされていますけども、もともとは単線非電化となると、この架線柱を取り付けるこのスペースを捻出するのも相当大変だったんでしょうね。かなり線路はもう両サイド森の中をこう縫うようにして設置をされています。山間部に来ると、先ほどまで乗っていたお客さんも一気に下車をしてしまってガラガラです。まあ、こんな感じで全線を通して利用する人は非常に少ないので、もうほとんどの列車で普通列車はワンマン化、運転手さん一人による運行が行われているみたいです。次の停車駅は葵岳駅ということで、もうその名の通りですね、進行方向の右手には葵岳という大きい山があるんですが、右手はですねかなりの雑木林になっていて、なかなか山を見ることができません。そしてここで線路が2つに分かれました。こちらも今通過しましたけどね、ホームのようなものがありました。昔駅として使われていたのでしょうか。信号場があります。駅間が非常に長いので、ここで特急列車なんかとこうすれ違って列車交換を行いつつ、再び単線の区間を走行、そんな形が取られますね。小さくて短いトンネルが断続的に続く区間になりました。これトンネルがこれレンガ作りなのかコンクリート作りなのか、ちょっとこう目視では確認できなかったんですけども、まあ、全通はこれ1920年から30年くらいということなので、もしかしたらもうすでにコンクリートが使われている時代のものなのかもしれません。それで言ってももう100年近く使用されているトンネルです。特急列車とこのようにして待ち合わせが行われます。特急は通過というわけではなく、こういうふうに普通列車と同じく停車をするわけですね。そして奥の方にはこう人が立てるこの台のようなものが設けられています。こちらも信号場ですね。日本本線が電化される前、蒸気機関車なんかの時代からおそらく使われていたんでしょう。低い昔ながらの床が用いられています。こちらの駅はちょっと新婚さんには来てもらいたくない駅ですが、そういえば日本縦断の旅で北海道の方に二俣駅ってありましたよね。さらに激しくなっております。こちら宮崎県第2の都市都城駅に到着です。面白い駅名ですよね。都はね今東京にあるんですが、あそこの列車はですね、ここから分岐をしてさらに一方本線の一つ先のね西都城の方まで向かう列車ということになります。ここでねルート分岐を迎えることになります。今回サイコロ振ってルート決めていくんですけども、都城での分岐が最後最終回ということになります。まっすぐですね鹿児島中央の方に抜ける、まあ、引き続き日方本線のルートとですね、ここからキット線という路線がこういう風に抜けています。ここの2つでねサイコロを振っていくことにしましょう。散々ねこのサイコロアプリにもお世話になりましたけども、今日で卒業ということになります。まあ、多分ねサイコロを使った企画は、まあ、今後もやることになるので完全に卒業にはならないと思うんですけど、一旦ね最後のアプリ起動ということになります。あの大きい風船のサイコロと、それからあの5センチぐらいのサイコロと、あとこのアプリとね3つ持ってきたんですけどね、結局ね大きいのは出すのめんどくさいしっていうんでね、このアプリに頼ることになってしまいましたけども、奇数135が出た場合はですね、ここからキット線の遠回りルートで246の偶数が出た場合は、ここのまま引き続き最短ルートで日本本線で鹿児島、これで行かせていただきます。では最後行きます。ラスト行きます。せーので、ほい、くっ、おー、1、最後は1だということで、奇数なのでキット線ルートということで、ちょっと遠回りルートで鹿児島の方に行くというルートで決定をいたしました。いやもう本当にありがとう。この旅をね楽しくしてくれたのもこいつのおかげなんでね、まあ、相棒ですよもはやね。ありがとう。となるとさっき乗ってきたやつがこの都城12時3分着ですね。次これキット線、ちょっと読み方も特殊ですよね。ああるわ、これだ、これね難しいんですけど、早と雪13時5分発ということで、あちょっと時間ありますね。これおもろいわ。この都城から次の列車早と雪なんですけど、早と雪ってここにあるんですよ。誰しもがですねこういう風に西の方ずっとまっすぐ来て早とに行く、まあ、これを想像するかと思いますが、この列車はですね僕の日本縦断旅のためにあるような列車でですね、こうわざわざこう遠回りしていくルートを取るんですよ。これ初めて降りましたわ、僕も都城は通ったことはあるんですけどね、途中下車は初めてですけども、なんかねこう宮崎に来てからかわいいな木がねたくさん立つようになってきました。
伊豆の方もねこういう木ありますけども、まあ、こういう地方来るとね飲食店とかどんどんなくなってくんですけども、隠れパチンコ屋はありますからね。本当なんでなんでしょうねこの現象。ちょっと名前をつけたいですけどね。あーうまそうこれ肉。そしてこれですね、霧島といえばね、これから通りますけどもね、霧島温泉、黒霧島ね、焼酎黒霧、いやー飲みたいけど、ちょっと今日の予算ね、最後もねしっかりあのホテルも泊まらないといけない、ちゃんとホテル代、しかもあの主要都市だったらあのホテルの母数が多くて結構価格って下がるんですけど、多分枕崎ってホテル高いんじゃないかなと思ってて、最後ねホテル代出せなくて、で予算足りず終了、達成できませんでしたとかなったら泣きますからねマジで来た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 、これちょっと感動的ですよ。最南端枕崎の方に行く最後の路線、指宿枕崎線のこの文字が見えてきました。やばい、これは感動的だわ。ここから先の枕崎の終点の文字はねまだ見えないので、まだもう少しね進む必要がありますからね。これがですね13時5分発のキット線の早と行きということで、しっかりとこれ普通列車ですね。しかもこれ地味に JR 九州の区間入ってから機動車は一発目じゃないですかね。このガラガラとした機動車の音がねまたたまりませんよねこれね。ここからまっすぐ進むあの日豊本線に関しては、まあ、電車が通ってるわけなんですけども、こちらキット線に関してはこれ全線で単線記念館になってるみたいですね。もう正真正銘のローカル線。実はですねこれ僕も初めて知ったんですけど、この宮崎県内で初めてできた駅っていうのがこの都城駅で、鹿児島から今のこの都城のこの日豊本線の区間ができる前までっていうのはここですね、ここで分岐をして、こちら側のねキット線の方が日豊本線に組み込まれていた時代があるわけなんですよ。でそこからですねここの区間を短絡するね早いルートができた関係で、こちら日豊本線ではなく今度キット線という名前に変更されてですね、今度秘伝家のまま現在に至るまでローカル線として活躍をし続けている、そんな形になるわけです。キットカットとのねコラボも行われているということでね、今の時期はあの2日前ぐらいにあの全国共通試験っていうのが高校生の間であってね、まあ、昔のセンター試験に当たるんですけども、ちょうどいいですよ本当。皆さんね願い、まあ、受験志望校かなってほしいですよね。昭和55年なので、まあ、正真正銘国鉄車両ということになりますからね。いやレトロなボックスシートですわ。思ったんですけどこれ確かに行き先表示が上に出てないんですよね。と思ったらこんなところに人力で貼り付けてあるわ、すごい斬新。しかもご丁寧にね海側の表記もちゃんと書いてあるわけですね。あちょっと風が強いわ。都城出発でございます。ここから先は打って変わって日豊本線とは異なり秘伝家、そして JR 九州屈指のローカル線区間を走行していきます。いやーこちらですよ運転台。昔の国鉄車両ってこう運転台が緑色で統一されている、この扇風機なんかも緑ですけども、どうやらこれは諸説あってですね、まあ、運転手さんの方がこう運転する際に目が疲れない色として採用されたのがこの深緑色、まあ、そういう説もあるみたいですね。なかなか斬新な行き先表示ですよこれ。もう LED なんかを設置する箇所がもしかしたら車両内になかったのかもしれませんね。紙による表示です。一回一回付け替えないといけませんね。上には冷房も設置されてますけど、当時デビューしたのはこの車両1980年代ということで、冷房ももしかしたら後付けなのかも。そしてですね今出発しているこちらの駅が面白くて、駅の構内これあの電化設備があるんですよ。この路線は全線で単線非電化なんですが、ここに電線が張られていて電車が走れるようになっています。これはどうやらあの訓練用として設置をされた架線、それから架線柱みたいで、実際に電気は走っていないみたいですね。僕もこれは初めて見ましたけども、どうやらあの普通の電化区間にこれを張ってしまうと前もって電気が流れてしまって、で感電事故の恐れがある、なのであえて非電化区間にこういう風にポツンと置くような形が取られたみたいです。そしてあちらには立派な山、先ほどの日豊本線とキット線に挟まれた位置にはですね唐国岳をはじめとした標高の高い山々が連なっています。この唐国岳は面白いことに漢字で書くとこういう風に書くんですね。僕読み方は最初韓国岳ともうそのまんまかと思っていたんですが、これは由来は韓の国、つまりは朝鮮半島の方まで見渡すことができる山ということで、まあ、そういう風な名前が名付けられたみたいです。それほど標高が高いということでしょうね。
そしてワンマン運転なので後ろからの景色もこれ最高なんですね。ただこれ気になるのを発見しました。これ運転手さんのカバンの上ですね。この砂の入ったペットボトル、よく幼稚園の頃とかこんな感じでねお庭で遊びましたけど、これはですね車輪が滑るのを防止するための砂、つまりは空転防止の砂だと思うんですね。例えば雨が降ったり、それから自然によってこう虫が大量発生してしまうとですね、レールとそれから車輪が滑りまくって前に進めなくなってしまうと。でそういう時に車輪の近くにこう砂を撒いて、で出発をさせるわけですね。新しい車両とかだと砂巻き装置なんかがね搭載されているやつもあるんですが、この列車古いのでそういう設備がないのでしょう。そしてこちらは日向前田駅ということで、今にもこう自然に帰ってしまいそうな駅ですね。いやどんな人が使うんだよこの駅と思ってしまったんですが、通学のお客さんはですねここ 5,6 人ぐらい下車をしました。どうやらこの下、崖の下の方にポツポツと民家があるみたいですね。線路の周辺だけ雑木林に囲まれています。そしてこちら宮崎県高原駅は、これ神武天皇の生誕の地として知られているみたいなんですね。僕もこれ初めて知りました。どうやらその幼少期の神武天皇がこの周辺で遊んでいた、そんなような記録が残っているみたいです。大学受験の時、初代の神武天皇から当時の金城天皇、平成天皇まで全てラップ形式でですね天皇の名前を覚えたことが懐かしいです。今でも神武水勢安寧伊徳とねほぼ全ての天皇言えるんじゃないかなと思いますけどもね、日常生活において使うことはありません。部分がねマジでトランポリンみたいな感じでバコバコに揺れるんですよ。おもろすぎる。さあこのタイミングでついに列車は今回最後の都道府県鹿児島県内に入りました。あちら奥の方をご覧ください。これからですねとある路線が合流をしてきます。途中駅吉松駅の手前なんですが、肥薩線ともうそろそろ合流。注目すべきは正面の線路です。あちらですね今うっすらと線路が見えてまいりましたが、これ僕初めて見た時これ廃止になった路線なのかなと思うぐらい木材が生い茂っていて、列車が走った形跡はほとんどありません。そうこの熊本の八代方面から伸びてくる肥薩線はですね、数年前に発生した災害の影響でまだ復旧が行われていません。列車が通っていないような区間になっているわけです。この肥薩線は日本三大車窓の八竹越えなんかも含む路線ということで、マニアからも非常に人気があった路線なんです。なのでもうここはね運転されていないのは本当に残念です。もうなんかこう知らず知らずのうちにバス代行とかバス転換にならないのをねこう願いたいですけどね。肥薩線が現役だった頃は伊三郎、新平号などをはじめとした、特急列車、観光列車なんかも運転をされていて、観光客からも非常に人気の高い路線でした。なので吉松駅のホームもですね黒と赤色、少しこうおしゃれな形で塗装がなされているのが特徴的です。さっきのキット線はローカル線区間だったのでそんなにスピード出せませんでしたが、肥薩線区間に入った瞬間に思いっきりスピードを上げ始めます。揺れも激しくなるわけですね。それもそのはずです。特急列車が毎日のように走行していた区間ですから、線路の状況整備も行き届いているのでしょう。そして到着したこちらの駅はものすごい駅です。こちらの大隅横川駅の駅舎は1903年明治36年に行ってきたものがそのまんま使われています。もう正真正銘のこちら木造駅舎です。これがですね太平洋戦争の時に空襲を受けたんですけども、それでもなお生きながらえ現在にその姿を伝えています。これ実際にですねホームの柱にはその米軍機による当時の1945年の時の機銃掃射の跡が残っていたりするわけなんです。鹿児島といえばここより少し南側に行ったところに特攻隊の出撃基地にもなっていた知覧の飛行場、それから日本が降伏していなければ本土決戦の手前として九州に上陸をして滑走路を築き上げる計画なんか米軍によって練られていましたから、そういった意味でも非常に九州というのは米軍にとって注目の的となっていた場所でもあり、各地で頻繁に空襲が行われていたみたいなんです。
次の駅はこちら霧島温泉駅なんですけども、ちょっとねこれ温泉地の最寄り駅感がないわけです。至って普通の無人駅という感じなんですけども、それもそのはずで、霧島温泉の温泉街はここからだいぶ離れたところにあります。降りるお客さんも全くいません。鹿児島県にある鹿児島空港は鹿児島の駅市街地からはだいぶ離れています。そんな空港の最寄り駅にもうそろそろ到着をいたします。空港の最寄りといったらさっきの宮崎空港駅みたいな感じで、まあ立派なものを想像するんですが、なんとこちらでございます。こちら金井川駅、先ほどの大隅横川駅と同じく1903年、もうおそらくここの肥薩線開業当初からある駅でしょう。 JR 九州内では最古の駅ということで、昔は特急列車なんかも頻繁に停車をする駅でした。この駅すごいのが駅舎だけではなくてですね、駅の反対側、これ桜の木がびっしりと植えられています。4月見頃になるとですね、この木造駅舎の横、桜で満開になります。ぜひねこの駅を訪れる際は4月春に訪れていただきたい。この右側の桜の木、真っピンクになる、そんな駅の風景をね楽しむことができます。キット線とそれから肥薩線を乗り継いで途中早戸駅に到着です。結構ね排気ガスで黒ずみが目立っているディーゼルカーですけども、走ってる様子はねもう非常にたくましかったですよ。もうトランポリンみたいな突き上げられるようなね揺れもあって、ちょっとね脱線するんじゃないのと思って、ちょっと不安でしたけどね、まあ、無事にたどり着くことができました。まあにしてもね、この早戸駅ってなんか人名みたいにすごいかっこいいですよね。もともとここにはですね早戸町という町市町村があったんですけども、今では合併して霧島市という市になっています。いやこの早戸駅もなかなかにね個性的な駅舎をしてますよね。早戸、それから鹿児島ゆかりの島津家の家紋がねこういう風に描かれております。九州の有名なねあの JR 九州の車両たくさん手掛けられているあの水戸岡英二さんがですねデザインをした駅舎ということで、これやけにおしゃれだなと思ったら、そういうね背景が隠されていたみたいなんです。この早戸の由来にもなったこちらのですね遺跡、早戸塚もここから 0.6 キロですって、時間があれば行けたんですけどね、ちょっとあともう10分でね列車が来てしまうので、じゃあすごいこれ結構進んできたんですけどね、まだ見えないんですよ。これです、温泉地指宿まではねようやく表示されて、そして日本の真の最南端の駅、これが西大山、そしてまだね枕崎見えないんですよ。意外とねこの指宿枕崎線が長いんですよね。にしてもちょっとお腹減ってきたな、そろそろ美味しいものを食べたいなという感じなんですけども、鹿児島って何が名物なんですかね。鹿児島名物なんだ、白熊って。鹿児島の黒豚、うわーちょっと待って、やっぱ食う、いやラーメン食いてえな、ちょっと締め、旅の締めはラーメンですかね。カンパチ、キビナゴとかも多分そうですよね。鹿児島は鹿児島中央行きの日豊本線、ごめん鹿児島本線って言っちゃったかもしれない、日豊本線ですね次乗るのは。やばい、停車位置がだいぶ前だった、やばいやばい。日豊本線もだいぶ長かったですけども、もうそろそろ末端の区間になります。正面大きくそびえ立っている山はあちら桜島ですね。こういう風に見ると全然あの田んぼから先陸続きになってそうな感じするんですけども、手前の陸地とそれから正面の桜島の間には海が挟まっております。鹿児島湾、錦江湾とも呼ばれますね。この辺りは地形も非常に面白くてですね、今お見せしている鹿児島湾の北部のエリア、地図で見るとこんな感じで桜島とそれから九州の本島にこう挟まれるような形になっているんですが、これをアイラカルデラと呼びます。おそらくですね、もともとここはマグマだまりになっていたんですけども、その何万年という歳月をかけてそのマグマが地上に放出され、放出された部分がくぼんでですね、そこにおそらく海水が入り込んでこんな形になったと。ちょっとこう陸地に囲まれているので湖のような感じもしますね、大きい湖。途中龍ヶ水駅にはかつて発生した大規模な水害、土砂崩れの歴史が刻まれています。この辺りはかなり土砂災害が頻発する区間で、大雨警報等が出されると頻繁に避難指示が出される、そんな地域としても知られています。さあそしてこれまでお世話になってきた日豊本線の区間はこの鹿児島駅で終了です。
鹿児島から先、鹿児島中央まではここ正式には鹿児島本線の区間になるわけなんですけども、これ個人的に非常に面白いなと思いまして、もう市街地なのにもかかわらずこの2つの駅の間、なんとね、こう山の中を通るトンネルが設置をされているんです。市街地といえど景色のギャップがかなり激しい区間でした。さあというわけで来ました、鹿児島中央駅に到着でございます。そしてですね、滝田やばい、感慨深すぎる。マジでこの10日間やってきた牛の最後に乗車をする路線がですね、これ指に宿と書いて指宿と読みます。指宿枕崎線の列車ということになります。今通勤時間帯ということで学生さんがものすごいですけどね、指宿行きの列車が入線。おお、一見するとこれ電車っぽいんですけどね、パンタグラフはなく、ここにですねディーゼルカーの文字がしっかりと刻まれています。でもこんなベラベラ話している場合じゃなくてね、マジで腹減った。ちょっと一旦鹿児島でご飯を食べます。最後の美味しいご飯を食べて、で今日ね時間があれば、10日の終電までに枕崎に到着すればいいんで、ちょっとね温泉に入りたいんですよね。この10日間の疲れをねしっかりと癒すために、指宿といえばね指宿温泉なんですよ。この鹿児島を存分に堪能した後ね、旅をね終えるべく枕崎に向かいたいと思いますので、ちょとりあえずご飯食べに行こう。菜の花カラーなんですって。菜の花感はないけどな、僕この色見た時一瞬でデカビタを想像しましたけども、このデカビタの中には学生さんがびっしりです。いや危ない危ない、もたもたしてたら乗り遅れそうになりましたけど、これですよ。ちょっと待って、指宿行きになってますけど、もう完全にこれ通勤電車と化してるわけですよ。嘘でしょ、こんな混んでんだ。まあでもとりあえずねこれに乗るしかありませんので、最後この旅の、まあ厳密に言うと最後ではありませんが、これ18時8分発指宿行きに乗車をしていきます。枕崎から見ると相当手前でここにありますんでね、とりあえずここまで指宿まで行くことができると。ちょっとでも驚きを隠せませんでした。 JR 最南端の路線なんで、いやどれぐらい空いてるのかなと思いきやですね、ここ通勤通学のお客さんでごった返していて、もうこの画角でしか映像を撮ることができないわけです。これ以上こう車内にカメラを向けてしまうと、もう盗撮すら疑われてしまうレベル、それぐらいお客さんがギッチギチ。しかもですね、これまあ、都会の車両のようにロングシートではないので、ボックスシートなんですね。なので、詰め込みがまあ、あまり効かないと。なので、立ち席のお客さんで溢れているような状況。まあ、ただ、30分も乗車をしていると、だいぶ車内には空席が目立ってきました。この最南の路線、指宿枕崎線の特徴といえば、まあ、鹿児島の方に行く通勤通学のお客さんに加えて、ここから先の、指宿温泉の方に行く観光客の方を輸送する主要、この2つが非常に大きいみたいですね。そしてこちら、ちょっとねこれやらせに見られてしまうかもしれませんが、これ本当に自分の手でスマホを揺らしてるわけではないんです。めちゃくちゃ揺れます。先ほど乗ったキット線のだいたい 1.5 倍ぐらい、この列車の床下をこうゴジラに2秒に1回ぶったたかれているような、そんな縦揺れがですね車内を襲います。立ち席のお客さんも非常に大変そうで、これ転ばないように必死にこう釣り革にしがみついているようでした。ここですね、先ほどの指宿枕崎線のこの路線名称の片割れともなっている指宿に到着です。さあそしてここね、駅前に足湯があるんですけども、ただねせっかく指宿に来てね足湯で帰るわけにはいかないのでね、さあやってまいりました、第2次エクストリーム入浴ということで、これですね、地図を見るとですね、ここ指宿駅があります。で僕の位置はここで、表記上だと徒歩13分ぐらいで書いてあったんですけど、ここにね村の湯温泉というのがあります。ここが駅の最短の日帰り入浴の温泉地なんですよ。これね今の時刻が
19時26分なんですけども、次の列車乗る列車がですね、20時6分発のこれ終点枕崎行きということで、この列車がですね、あの枕崎行きの終点となっております。これを逃すとですね、全部途中の山川駅止まりになってしまうので、僕の今回の日本縦断は失敗ということになってしまうんで、ね、ちょそれだけは何とかして避けないと。ガチな温泉地って、あの温泉の温度熱いんでね、多分ね2分でも3分でも入ってもう満足すると思うんで、とりあえずそれだけ入れれば OK と。ちなみにですね、しっかりと解説をしておきますと、ここの村の湯温泉さんはですね、あのもともと昭和20年太平洋戦争1945年の頃ですね、特攻隊の方がですね出陣する前に一風呂浴びて体を清めてから沖縄の方に出発をされたと、そういう風な歴史があります。こちらですね、到着いたしました。村の湯と書いてあります。ではちょっともう時間ないんでお邪魔します。すみません。いや、とんでもない、ありがとうございます、本当に。そうです、僕も YouTube やってて。あ、そうなんですか。はい、スーツさんまでは行かないんですけど、鉄道系でやってて。そうなんですか。はい、ちょっとね、最高でした、村の湯温泉。まあ、トータルで言うと、あの入浴時間はだいたい3分ぐらいだったんですけど、ちょっと僕と他にもう一人の方、地元の方が入浴をされていて、僕3分で脱衣所上がったんですけど、そしたら、あのいや早いねとこう声かけてくださって、で、まあ、事情いろいろ日本縦断してっていう事情を話したところですね、なんとこう駅まで送ってくださってですね、もう本当に助かりました。もう本当にありがとうございます。あとポッキーまでいただいてしまって、いやもう本当にありがとうございます。おかげでここからね、あの最終枕崎行きの列車まであと10分ぐらい時間を余してね、到着をすることができました。鉄道系の動画を投稿して旅してるんですってこう言ったらですね、あースーツさんみたいな感じで、やっぱスーツさんの名前が一発で出てくるあたり、やっぱスーツはさすがだなというふうに思ったんですけども、非常に心優しい方で、びっくりしたのがその浴槽の部分がですね、多分木造木でできてるんですよ。創業が明治15年だから、太平洋戦争なんかが行われる前ね、そこからずっとあったんだなという、非常にね歴史を感じることができる。まあその当時の方がその温泉に浸かって、ね、どんな思いでねこう鹿児島を飛び立っていったのかなとか、まあいろいろ考えながら使っていたんで、まあそういったね歴史も非常に感じることができる温泉でしたね。やばい、ついにこの路線の最南端枕崎の文字が表示されました。これですね。いやー感慨深い。これが今回の日本縦断の最後を締めくくる最後の指宿枕崎線の列車ということになります。でも長いようで非常に短かったな。あっという間に1日がねやっぱ鉄道に乗ってると経過しちゃって、10日間あっという間でしたけども、枕崎行きの表記、これが今回乗車する最後の列車です。日本最南の終着駅枕崎に向かう列車は20時6分が最終列車。これを逃すとですね、全ての列車は途中の山川駅止まりということで、他に代わりとなるバスなんかも運転をされておりません。ですので当日中に枕崎到達は不可能になってしまいます。さあそしてこちらが山川駅なんですが、こちらの駅はですね JR の有人駅日本最南端ということで、ただまあ窓口は閉まっているんですが、これ営業時間がですね平日の16時から18時ということで、1日2時間、まあ、ほぼ無人駅に等しいわけですね。ここから先も結構長く枕崎まで線路が続くんですが、有人駅はありません。終点の枕崎も無人。そしてこちら次の次に停車をする西大山駅、これが JR 日本最南端の駅。あくまでも枕崎は最南の路線終着駅ということで、最南端はこちらですね、西大山駅。駅にもこんな看板が設けられています。最南西大山、最北稚内、この2つが注目されますけども、西の佐世保と東根室はそんなにあまり、ね、取り上げられるような駅ではないのかもしれませんね。まだね枕崎まであと30分ぐらいはあるんですけども、それでもこの車内ですからね、僕の他に完全に人は消え去ってしまいました。完全に貸し切り状態です。これ最後まで行く人いるんですかね。どうなん、てか
いるのかな、他の人。というわけで、日本の南側の終着駅、こちら指宿枕崎線の枕崎駅に到着です。いやー着いた。稚内でも全く同じの見ましたよね、これね、緑色のやつ。これが本土最南端の始発終着駅ということで、これにて各駅停車のみで日本縦断の旅終結でございます。10日間約10回ですね、 2,3 ヶ月近くにわたってお送りすることになりましたが、これ最終話第10話まで見てくださって、本当まずは皆さんに御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。こういう風に見渡すと、稚内から枕崎だと、もうね、ここから北朝鮮とかソウルとか、もう韓国とか、ここら辺越えてね、もう中国に入るぐらいの、これぐらいの長さになってるわけですね。いや、こうして見てもね、相当長い距離を走ってきたことがね、よくわかります。こちらが枕崎の旅のゴールの駅舎です。到着した列車はですね、まあ、こういう風に電気が落とされましたけど、多分ね、夜間停泊ということで、おそらく明日のね、枕崎発の始発列車になるんでしょうね、これも。うわ、枕崎駅の駅舎も、こりゃレトロな見た目してますよ。なんかちょっと東京駅味があるような感じもしますけどね。ミニチュア東京駅みたいな感じ。やっぱ、指宿温泉のあっちの温泉地の方はね、ホテルがたくさんあるんですけど、こっちの枕崎の方は、割とホテルの母数が少ない関係で、僕も、宿を取るの結構ギリギリだったんですよ。あと、一部屋とか二部屋とか。いやー、閑散としてますよ。10時前ですけどね。もうこの通り、人通りはほぼなくなっています。さあ、というわけでね、ホテルの方に到着をいたしました。ここね、シティホテル福住さんというところにね、宿泊をさせてもらっております。宿代が、これもう旅行支援がありがたいことにつきまして、4800円ということになりました。なので予算から差し引いてですね、残金は769円ということで、セーフ、予算的にもセーフということで、各駅停車で日本縦断の旅達成ということで、いや、もう本当にありがとうございます。まずは本当に10回にわたって見てくださって皆様本当にありがとう。まあ、あと思ったのは、今回の予算が8000円だったんですけど、まあ、8000円だと今回はその旅行支援が効いてね、ホテルが 20% 引きになってたから良かったんですけど、この旅行支援がなかったらこれはできてなかったと思います。次の時はもうちょっと予算を増やしてもいいかなとも思ったりもしました。まあ、こういった日本縦断旅だけではなくね、日本一周だったりとか、世界一周だったりとか、他もっとね、壮大な企画をやってチャレンジしていければと思いますので、皆さん今後ともぜひ記録鉄道チャンネルの方よろしくお願いいたします。ではお父さんありがとうございました。いや、終わった。ここに来て各駅停車で日本縦断の旅失敗。つまりはこれ完全な各駅停車ではなくて、どうやら3駅ぐらい通過する列車だったんですよ。終わったぐらいまでちょっと考えておきます。あ、ちょっとそれはありがとうございます。ちょっとぜひ、じゃあ考えておきます。ちょっとはい、わかりました。じゃあ、はい、ちょっとそういう感じでよろしくお願いします。ということでですね、ひろきさんいつもお世話になっております。そして日本縦断の旅完遂おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。僕も動画拝見してましてね、途中でも一緒に一回お会いしましたから、いや、まずは無事に安全に日本縦断完遂されてよかったなと思っております。一つ、まあ、ひろきさんちょっとね、旅の途中やらかしてしまいましたね。はい、各駅停車だけで行く日本縦断と歌いながら、これ駅を通過してしまうというこれはね、ちょっと、まあ、みそぎをね、考えてほしいということで僕託されておりまして、ずっとね考えてました。発表します。はい、今回ひろきさんが、行っていただくですね、
急ぎの方ですね。JR を使わずに日本縦断の旅でございます。どうでしょう。僕もねこれはやったことないんですけれども、日本縦断はね僕いろんな方法でやってて、ひろきさんもそうだと思うんですが、これちょっと見てみたい、シンプルに僕が見てみたいなというところで、ちょっとすいません、おいだいぶ自分が見たいだけじゃないか。 JR 禁止日本縦断旅楽しみにしております。というわけで次回の企画が決定いたしました。 JR を一切使わずに日本縦断、いやありがとうございます。彼が見たいだけなんじゃないですかね、これね。これちょっと見てみたい、シンプルに僕が見てみたいな。ほらほらほら、完全にこれ彼のね趣味をねこう押し付けられてるような感じなんですけど、でもやっぱり JR を今までずっと使って、うちのチャンネルも鉄道の動画を撮影してきたので、 JR 使わずに果たして一体日本縦断どれくらいかかるのかっていうのは僕個人的にも気になるところですし、またねこう今まで見たことのない景色を見れると思いますので、次回金曜企画は JR を一切使わずに日本縦断やらせていただきたいと思います。また、さらにパワーアップして面白くなった動画を仕上げていきたいなと思っておりますので、引き続き金曜企画次回もよろしくお願いいたします。では本日ご視聴ありがとうございました。